神坂はじめは日本のライトノベル作家。ファンタジー SF 作品を主に執筆している。兵庫県朝ご市出身。専門学校アートカレッジ神戸を卒業後、サラリーマンをしていたが、発作的に第一回ファンタジア長編小説大賞に応募し、後のスレイヤーズシリーズの第一作となるスレイヤーズが準入選した。当時、 自宅に電話を引いてなかったため受賞連絡は電報で知らされた。1989年、白魔術都市の王子の月刊ドラゴンマガジン掲載で作家デビューとなる。以来、ヤングアダルトの分野で小説家として活動している。後に会社を退社し、専業作家となった。著者の作品のうちで大ヒットを記録したスレイヤーズシリーズは、 代表作の本編が2000年に一旦完結し、1話完結形式で進む短編は2011年まで発行された。その後、本編は2018年に第16巻、アテッサの開口を発売する形で18年ぶりに再開された。角川スニーカー文庫からも SF ファンタジー小説を出し、読者層を広げ、スレイヤーズが放映中の90年代後半には、 長者番付の作家部門で上位だった。また、キャラクターデザイナーであるイラストレーターとは、不愛性が取られていた。富士見ファンタジア文庫角川スニーカー文庫、角川ミニ文庫トゥ文庫文春文庫単行本雑誌、掲載、単行本未収録。ありがとうございます。